こんにちは。こんにちは。原発ゼロへの道、いよいよゼロに近づいてまいりました。今日は8月の何日だっけ？17日。17日です。というわけで原発ゼロまであと、じゃじゃじゃん、29日。今日はゲストにフリージャーナリストの芝蓮さんをお迎えして、裸足の弦を、松江市で、子どもたちに見せないようにするという行動があったということが全国的にニュースになっている件についてお話をお聞きしたいと思います。今日驚きがかりの松本奈美穂です。はい、すごい。芝さん、今日松江市に取材されたそうですが、はい、どうでしたか？ですね、まだちょっと取材の途中なんですけど、状況を整理すると、昨年の8月に、まあ、いわゆるネット右翼の方がですね、ネット右翼の方が、ね、はい、陳情を、要するにその、反日漫画だと、ね、いうようなことで、市議会に申し、これを、学校教育の場から撤去せよというようなね、陳情を出したんですよ。で、昨年12月に市議会の方でこれが議論されて、不採択になりました、陳情自体はね。ところが不採択にもなったにもかかわらず、松江市の教育委員会はですね、内容をチェックした上でということで、その、失礼しました、松江市の、校長会のところで、学校の校長が集まる、校長会で、口頭で裸足の弦は、ちょっと閉会、つまりその自由に、閉じるに、十字架の蚊って書いて閉会って言うんですけど、初めて聞いた。要するにその子どもたちが自由に閲覧できなかったりとか、許可制にしたりだとか、あとは学校で貸し出ししないと、そういうような、貸し出しもダメなの？そう、そういうようなことを求めたというような経緯があるらしいんです。なんでそれ？はい、そういったことで実は結構時間経ってるんですが、終戦記念日関係なんでしょうかね、全国紙ので報道が出まして、ツイッターでもなんか言ってるね。はい、私も不覚ながら今頃になって知ったんですけども、実はその地元の方の話によると、昨年の、昨年じゃない、今年の2月にですね、地元の教職員組合の方々が、申し入れもしていたと、この件についておかしいんじゃないかと。そうなんだ、はい、動きだったんですね。そうなんですよね。ただその、やっぱり地元の方のお話によるとですね、自由に閲覧できない、許可制というようなことは、そもそも許可ってさ、はい、読むもの、見るもの、はい、考えるものをわざわざ教育委員会に許可とかされなきゃいけないの？ダメな理由とかってあるんだろうか、もしダメって言われた人とかね。それはですね、やっぱりそのダメっていう、その許可についてですね、ただ許可制ってことに一応なってるんですが、学校の校長さんによってですね、その対応がまちまちでして、中にはもう一切閲覧できない、許可制ですらないという、そういう状況にもなって、現役時代に入ったのか。どこの描写が問題になってるわけ？要するにその、例えば首をはねたりだとか、女性を暴行したりだとか、そういった旧日本軍がね、やってきたことなんかを、そんなものすごい生々しい表現ではないかと思うんですけども、実際そういうシーンがあることは事実です。ただこういったことは本当にあったことですからね。はい、うん、全くのフィクションじゃなくて、その裸足の弦の作者がその、事実に基づいて、彼の経験にも基づいて書いた漫画ですから、それをね、なんか表現をあげつらってっていうのはちょっとやっぱりおかしいんじゃないかと思いますよね。仮にフィクションが一部入ってても、表現の自由はそこでいきなりおかしくなくらない？いや、もちろんそれはそうで、例えばそういうことであればそういうシーンがある漫画とか本とか全部それは適用されないといけなくなっちゃったり、これ松江市ローカルの話じゃないと思うんですよね、うん、こういうところで
あの表現の弾圧や子どもたちへの思想教育というかそういうことが知る権利を奪われる国家が主導で大事なことを知れなくなるっていうことが始まると松江市から全国に広がってくるんじゃないかなという気もするのでこれ騒いだ方がいいと思います。電話ですね。松江市役所の番号が0852-55-55-55というわけで伝達 GO っていう感じで話の弦を子どもたちに見せてっていうことを言ったらいいと思います。私も子どもの時に家にもあったし学校の文庫にもあった。すごいすっごく印象に残ってる。あれで学んだ、うんうん、だからね例えばその松江市の教育委員会がその裸足の弦ダメっていうんであればその裸足の弦をね超えるような平和教育をあの松江市はできるのかと。そう大体案を示せっていう大体案あのいや大体案もそもそも何もさ、はい、そもそもあの経過処置自体がおかしいんですけどね、うん、はい。あの私その原爆と原発という2つの、事件を合わせるような絵本を今作ってですねこれは原画なんですけど9月か10月に子どもの未来社から出版される予定なんですが原爆の方被害者の方々の、実在する追悼碑にまつわる物語を描きまして、ルーキー・イリさん・トシさんが描いた追悼碑をたくさんの被爆者の方が手作りで作って江戸川区にあるんですけれどもそこが原爆、原発事故の被害にも遭ってしまって、うん、そこでどういうことがあったのかというようなことをまとめまして絵本にしました。で被爆者の方々のいろいろな生々しい体験もやっぱりビジュアルでも伝えていて今の子どもたちに、理解してもらったり結婚の差別を受けたとかいろんなことを、凝縮した絵本にしましてこれをねぜひね学校の図書館とかでね子どもたちに読んでほしいなっていう思いで作りましたので、また詳細が決まったらお伝えしますがぜひ皆さんも注文してください。お願いします。とりあえずまず裸足の弦を、はい、裸足の弦を、盛り上げてゴー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 ということが、今日の主題でありました。中澤さんの絵描きとして の意思も皆さん引き継いで表現をやっていきましょうというわけでどう